いや、平達郎選手がついにランキング5位のアレックス・ペレス選手と対戦することが発表されました。早速内容を見ていきましょう。もともと平選手はティム・エリオット選手と戦う予定だったんですよね。この試合はシンプルにティム・エリオットがランカーであること、また、扇久保博正がタフの決勝戦で敗れたことからかなり注目度の高い一戦でした。しかしこの試合が流れてしまい、謎のランキング外の選手との対戦が発表されていたんですけれども、ここで再びこの試合が流れて今回の試合に至りました。平達郎選手の戦績は15戦15勝0敗、 UFC でも5連勝、アマチュアでも無敗、まさにスーパーノバーといった選手です。アレックス・ペレス選手の UFC 戦績は8勝4敗、直近は1勝3敗です。タイトルマッチ経験もある強い選手なんですけれども、パントーザとかそういうトップの選手には勝てていないんですよね。平達郎選手はここに勝つことができれば本格的にチャンピオンシップが近づくと思います。5ラウンドの点が少し心配なんですけれども、もう応援するしかないですよね。以上です。